はい、それでは第6戦、見事連勝となりました平川亮選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。昨日はポールトゥビン、今日は2番手からのスタートでしたけども、どんなレースだったでしょうか。昨日はトップだったんですけど、今日は2番手からのスタートで、トップは N クラスの選手だったんで、そこまで気にせずに、スタートしました。それで1コーナーまでで、トップで、クリアできたんで、あとは昨日と同じような展開で、後ろをどんどん離していこうと考えてました。昨日同様、やはりレース中に少し雨がぱらつくシーンあったと思うんですけど、影響なかったですか。そうですね、ちょっと昨日よりちょっと雨が多かったんで、最終セクションあたりがちょっと、スリップになりました。次がまた茂木になりますけども、後方一言お願いします。そうですね、この間調子良かったんですけど、自分のスタートのミスで、2回とも、トップを逃しているので、次は絶対スタートをマッキーと決めて、予選でもボール取って勝てるようにしたいと思います。次も期待してます。ありがとうございます。